はい、ありがとう。ブラック飲んだ。それはダメだわ、やっぱ同じことはせん。同じケツの穴だよ。うん、ケツの穴。それさ、あれじゃん、同じ女性をエッチしたやつのことさ、あの兄弟ってやつじゃないの。あれ、携帯貸して。どこ行ったっけ。あ、当たった、ごめん。ケツで飲んでる。疲れた、楽しかったけど。あ、なんかこれ赤いのついてる、何これ。東横浜、いかにつ、ちょっとポープちゃんとしてて、すげえ、透明が全然。エビラジャンクションが、うん、ほんと赤くないのがすげえ。うん、中央道も大丈夫だね。うん、それができるな。あ、中央道じゃねえや、今日あそこから帰るんだ、日の出から。やめとく。王道で帰ります。エンジン消したら消したで熱いよね。うん、いいよ。これで10分経ったら帰るから、ね、ちょっと電気つけるよ。あ、いいよ。トイレ行こう。どうぞ、行ってらっしゃい。クレイとポップ多分見えるのかな。消えたんじゃねえの。もう後ろ行くの、後ろ行ってもいいけど。はい、どうぞ。止めてる時は室内巡回にしないと暑いんだよな。外気を回してって書いてるんだよね。現在で何やっぱこういう、でもやっぱあ、まあ北上してないんだ、上陸してないんだ。ルート的にだからあっち行くからちょっと心配だよね、幸いは、うん、このまま。いや、分からないんだ。まあいいや、今のうちに帰ろう。やっぱ犬飼いはね、同じことみんなするんだよ。こういうことをするんだよ、犬を。デコピンかわいいな、うん、デコピンって名前が意味わかんなくていいよね、うん、なんでデコピンなんだろうね。デコピンみたいな。お、小田急線全線で運転再開だって。じゃあ下パソコン持ってこう。多分大丈夫じゃない。多かったけど、まあでも分かんねえからな。
まあただすげえ混む可能性あるかもね、いろいろ。大丈夫じゃない、早く出るけど、いつも通り出るけど。台風がいいの、ほら、こっちに来るかわかんないけど、そのと沖縄ってあんまり住みたくねえな。沖縄すごいと思うよ。どう頑張っても毎回さ、台風絶対来るじゃん。トンネルが落ちて土砂崩れが本当に衝撃だし、工房山も結構ちょいちょい途中途中被害あるの。電気消してるね。だからなんか明るいなと思ってうずってんのが、うん、前真っ暗だったよなと思って。続きもね、一回やろう。ポブキャンが乗って、こいつ置いてトイレ行ったらギャン泣きされそうだな。しょうがない、ついでこう、もうポ食べないつな、うん、あといつか骨折しそうでやだな。骨折させたら、まあ、せずに来られちゃう。骨折は本当に飼い主が一番ダメパターンじゃん。いいね、タワヤマ間違った、ここ小杉、うん、なんだかんだで今日小杉にミッションコンプリートしましたね。レバーの玉、単発でアキちゃん出せたからちょっと嬉しい。いいスコア出したのに、なんかもうこんなにいっぱいいろんな人に抜かれる。そんなもんね。赤番された人、2回された人はもうおとなしいのかな。しっかり対策されたのかね。なんか全然ランキング出なくなっちゃって、不正の順で。そんなもんね。まあもしかしたら気づいたらまたやってるかもね。アイヌってイタチコッコだもんね。まあね、プログラム変えるかなんかいろいろ変えないと。それ終わったら行こうかな、うん、じゃあこれ行ってトイレ行こうか、うん、じゃあ秋
人様だっけ、はいはい、なんか東大行くの阻止してる人、阻止運動みたいなのが起きてんでしょ、うん、よくわかんないけど何なんでしょうね、あれどうでもね、ひがみみたいな、自分たちが東大行けないかな